私を探してる。見つけた。あなた、本当に面白いね。いやー、何それ、捕まったら言いなりになるゲームなのかな。怒った？怒っちゃった？なんかね、あなたに構ってもらうと楽しくなっちゃうの。こんな気持ちになったのは初めて。あなたのこと、もっと知りたくなっちゃった。はーい。あなたは、ブラックショアが指名したターゲットなんだよ。そう。私はブラックショアの花持ち。この黒い花は花持ちの証。世界を救う責任と使命だったかな。そんな感じのやつ。目的ね。賢人をたくさん集めて救世を果たす、だっけ。どう？興味ある？私は興味ないよ。だってそんなの楽しくないもん。私はね、強いやつを追っかけて戦って、それでボコボコにしたい。自由気ままに、欲望に忠実に。って、本当はやりたいけど、その前に仕事もこなさなきゃね。庭には無数の種があるの。その中でもあなたは特別。私は、そんな種を守って、育てるのが仕事。で、実った果実が売れたら、この手でもぎ取って、食べ尽くすの。テティスの演算通りね。あなたの中に秘められているその力、いつか最高の果実が実ってしまうわ。とにかく、私は特に危害を加えるつもりはない。むしろ逆。しつこい虫けらを払ってあげたのは私なんだよ。だからフラクトシデスなんかと一緒にしないで。あんな連中の立場なんてどうでもいいけど、私のお気に入りにちょっかい出すんだったら容赦しない。それに奴ら、少しからかっただけであんなに逃げ惑うなんて、つまんない。あれ？気づかなかった？あの竜の小娘とのデートで何も起こらなかったのは、私がフラクトシデスの奴らと遊んでたからなんだよ。ねえ、こんなに答えてあげたんだから、そろそろ私の番じゃない？いや、別に知りたいことはないよ。ただ、そんな目で見つめられたら、なんでもない。
とにかく私はこれからもあなたをお世話し続けるわ。何よりも特別な大切な種だから。それにあなたからは懐かしい匂いがする。椿よ、次はもっとしっかり逃げてよね。早い。漂白者さん、遅かったですね。何か問題でもありましたか？敵と会ったのですか？怪我は？そうですか。ですが無事で何よりです。シカが不審者を見つけました。今追跡中です。はい、私たちは今商業区域にいます。